はい、こんにちは。こんにちは。卓球スタジオスマイルです。はい、今日何やりますか？今日は久しぶりに道場破りの方が来てるみたいです。おー、道場破り何人目？82人目。82人目。だいぶ来ましたね。だいぶ来たね。ちょっと呼んでみますか。お願いします。呼んで。お願いします。どうぞ。あれで、あれで。スラップ真ん中に。こんにちは。じゃあ道場破り82人目の、じゃあ自己紹介と意気込みとお願いします。大学5年生の松林さときです。5年生で、意気込みはスマイルで、ちょっと今自分の卓球まだちょっとどう強くなりたいと思います。真面目だね。では入るにはまず佐野くんに勝たないといけない。佐野くんに 2-0 でしかも3ゲームマッチ 2-0 で勝って、その後やって勝ったら入れる。ハーゲンダッツの、はい、バニラ、ストロベリー、クッキー&クリーム、何がいいですか？バニラでね。バニラ、あ、よかった。ちょうどね、さっき見たらバニラしかなかった。下にね、住人がいて、住人がいてね、勝手に食べてた。ストロベリーとクッキー&クリーム。今冷蔵庫見たら本当バニラ1個しかない。はい、じゃあいいですかね。佐野君に3ゲームマッチ 2-0 で勝つ。もう1ゲームでも取られたらもうすぐ帰って、はい、また来年行きます。そうだね、来年ね、はい、来年お待ちしております、はい、で、その後僕に勝ったら入れると。わかりました、頑張ってください。はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。佐野くん頑張って。はい、頑張ります。じゃあ今日はなんか審判されてきた。あ、審判ですね。審判、主審と副審に続きました。主審と副審、マジでマジでやってくれるの？インターハイ選手が主審審判です。そうです、すごい。ラケットは張本インナーホース ABC です。で、フォアがフォアはテナジー05、はい、バックはバックもテナジー05。 お金かけてますね。新大生みんなお金かけてる。新大生今までありがとうございました。早い。本当いろいろ楽しかった今まで。でもサメの救い出しシーンも終わっちゃうけど。そうですね。もう本当に今までありがとう。ありがとうございます。泣かないで。冗談だ。汗が。さとき。はい。第一関門突破です。動画で見ている。めっちゃ強かった。よし、1万回再生目指すわ。そうですね。じゃあ次本番でいきます。本番です。まあここまではね、順当ですよ。順当です。順当です。そういうものね、負けられない。
ドライブしばった。
ハーゲンダッツも。ありがとうございます。あれ取れてない。え、カットだねこれ。嘘。ほら、めっちゃ取れてますね。うん、取れてめっちゃ取れてる。